こんばんは、岩立です、えー。今日はですね、ちょっとまずご報告をしてみたいと思います。えー、昨日ですね、私がですね、大阪で行っておりました、まあ、産経新聞がですね、えー、主催していた、えー、安倍晋三写真展というものに、えー、この参加させていただきました。 参加って、ただ普通に一般市民としてですね、あの、こう拝見しに行っただけですけれども、何かそこでなんかスピーチしたりとかっていうわけではございません。で、まあいろんな写真を見てですね、まあいろんなことを思い出しました。で、思い出すと同時にですね、えっ、ー、と、本当に亡くなっちゃったのかよという思いをですね、また新たにしました。こんなにまだ若かったじゃないかということで、このね、 喪失感というか、やっぱこれがまだですね、埋められてないということに、えー、深く気づかされました。例えば、えー、国会におけるですね、高市大臣の問題、あのー、高市大臣をめぐるですね、えー、この必要なあ問題あ、これ、安倍政権、あるいはですね、安倍総理があ、これ、ご健在だったらこんな形になってたんだろうかと。 という問題とかですね、LGBT 法案あるいは夫婦別姓の問題についてこういった問題もですね、安倍元総理がですね、安倍派の領収として自民党の中で力を発揮していたらですね、こういうことになってたんだろうかということをですね、改めて感じることになりました。で、 これね、えー、なかなかね、面白いんですよ。まあ、これはね、たい焼きを食べてる写真がね、一番前に、えー、あるんですけれども、後ろはですね、この子供とですね、えー、これは被災地ですかね、えー、訪れた時の写真だと思いますけれども、いろんな写真がありました。で、やっぱり、私がでもあの、一番ですね、深く深く、ああっていうふうに思ったのは、 中川翔一先生とですね安倍晋三元総理が平成18年のですね日本自民党本部で開かれた日本夢作り道場の道場開きで当時政調会長だった中川政調会長とともに小泉純一郎道場最高顧問と談笑するというところで中川翔一先生とですね 安倍晋三元総理がこう仲良くというかですね、まあ、2人笑ってですねこの、まあ、小泉さんはこっちだから小泉さんの,この、ね、ちょっとあの特殊な髪型が見えるだけなんですけどでこれがですね私一番最初に冒頭にあったんですよあのこの大阪の入ってすぐ左にあったんですけどねこれが一番印象的でした。というのも。 あやっぱりこの2人が日本の自民党というものをですね従来の自民党つまり左傾化していた自民党から、えー、まともな自民党に変えていったでその2人が今いなくなってしまったんだなというこの喪失感ですねで考えてみるとですね自民党っていうのが本当に保守的なね,ねいわゆる保守主義だとかそういったあ進化を発揮した時期って いつだったんだろうかと考えてみると、保守的ではありますよ自民党は。別にそのなんていうか、えー、イデオロギーで、えー、求心的な極左イデオロギーをですね、持っていて、世の中を社会主義にしてやろうだとかですね、共産主義にしてやろうだとか、そういうなんか特殊なイデオロギーに基づいていた政党ではそもそもありませんから、そういう意味では保守的ではあるんだけれども、だけど、なんとなくふわーっとした雰囲気で、 日中友好ふわーっという形でですね、例えば、えー、田中角栄、えーね、大平といったですね、人たちが日中友好の方に、えー、行ってしまうと、えー、言ったこともありました。だけど、えー、そしてですね、その後にはですね、例えば、すごういう時代もあったんですよ。河野洋平、えー、それから野中博夢、古賀誠、加藤光一、 こういった人たちが自民党の重鎮であるという時代がありました。これってね、はっきり申し上げて、民主党のね、政権とどれぐらい違いがあるのというふうに言われてみると、名前は自民党であって民主党ではないけれども、やってることはほとんど変わらないんじゃないのという、そういう時代だったんですよね。で、そんな時代の中に、 ああやっぱり出てきたのは若手としてね、えー、登場してきたのが、えー、これですよね、えー、私一番、えー、これは象徴的な本だと思うんですけれども、えー、これ若手国会議員による歴史教科書問題の総括っていうこ,となんですよ、ね、でこれは何をやってるかというと教科書にですね事実に基づかない反日的な教科書で子どもたちは学んでいくのかと。 で、この子供たちが担う時代の日本は大丈夫なのかで、これに対してですね、立ち上がらなければおかしいのではないかということで、中川昭一、えー、先生がですね、日本の前途と歴史教科書、歴史教育を考える若手議員の会というものを作るわけです。これ代表ですよ。で、その時に、この時の幹事長代理にいるのが、高市さなえさんですね。 事務局長をやってるのが安倍晋三元総理なんですよ。ですからこの時代からですね、まあ一緒にやってるんですよね。これ非常に大事なことだというふうに思いますのはね、この勉強会って非常にね、あのバランスが取れてるんですよ。別にその右派の見解だけ聞くんじゃなくて、左派の段階、あの、グループからもですね、意見を聞いたり、ね、いろいろやってるんですね。で、 123456789回の勉強会を重ねてそれを本にしてるんですけどこの中でね一生懸命勉強してるんですよこの政治家たちがで政治家がですねこのやはりねここの一番問題になってるのは河野談話の問題なんですねで河野談話っておかしいじゃないかということをですね例えば石原信夫というですね内閣官房副長官を務めていた、えっと、河野洋平官房長官の元でですね 事務方のトップですよ。で、えー、この人7人の総理大臣に務めてたっていう、使えてたというい伝説の方ですけれども、でこの人は、ね、本当にね、言ってるんですよね。自分自身で、例えばこういうことですよ。私どももそれなりに全力を尽くして調査を行ったわけでありますけど、一番問題になりました。 本人の意に反する形での募集が行われたのかどうかという点につきましては少なくとも文書類では確認されなかったどうも本人の意に反する募集がなされたかどうかについての確証を得るようなデータが出てこなかった証言も得られなかったということでありますでそしたら韓国がですね従軍ヤ安フトされた方々の中で自分の意に反する形で募集された連れていかれたという人たちがかなりいると その人たちの証言をぜひ聞いてもらいたい。その証言を聞かないで強制募集がなかったという結論を出すについたは納得できないということをですね、言って、それでやったんだということ書いてる。つまりですね、あの、何もなかったって言ってる証拠が。で、これはね、本当に驚くべきあの証言なんですが、まあこれ有名なんですけれどもね。で、こういう証言をね、出しておりましてですね。で、例えば、 これについてですね、安倍総理、あるいは中川翔一氏もですね、いろんな発言してるんですが、一番のね、傑作は、あの河野洋平さんをね、実際にね、呼んでるんですよ。で、例えばその部下にいたね、まずじゃ部下の問題、えー、からい行きましょうか。鶴岡課長っていうのもねよ、呼んでいてですね、鶴岡課長はですね、外務省、えー、北米局、北米第二課長、 の鶴岡浩二さんんといいう人をね、えー、呼んでいます、えー、この時にですね、質問してますね。中川昭治代表、この文章には鶴岡さんは加担してないのしていません。私が言った時にこうなっていたんですね。私も全部調べて、強制を示す証拠はなかったと確信しているんですよ。えー、これどういうことなんだということですね。あの、ところが、えー、日本国内で官房長官談話の訂正をするのはけしからんというのが新聞記事に踊り、 議論が出れば、韓国政府はそれについて何も言わないということでは済まないでしょうね。震源地が日本なんですよ、と書いてるわけです、ね。つまり、官房長官の談話を訂正したケシカランとか朝日新聞とかいろんなマスメディアが言ってですね、で、え韓国政府はただしい置かないぞと言ってえ作り上げてしまったということです。つまり、事実に基づかない談話はできていると。で、えー、白尾は、えー、この実際に河野洋平氏を呼んでるところです。 で、そういう資料がなかったということについては、こうやって言ってます。その女性が強制的に連行されたもかであるかとどうかについては、文書書類ではありませんでした。女性を強制的に徴用しろと言いますか、本人の意思の遺憾に関わらず連れてこいというような命令書があったかといえば、そんなものは存在しなかった。これ、安倍晋三、中川昭一が言ってるんじゃないですよ。河野洋平が言ってるんですよ。でも、 そういう資料がなかったということは、資料がないんだからなかったんだと決められるかどうか。資料はありませんでしたが、もろもろ様々な人たちなどの発言を聞いていると、やはりいろいろなことがあったのではないかと。全く非公式にこれはそう簡単なことではなかったのではないかと思える節もあるとかですね。資料がないけれども、私は思ったと言ってるわけですよ。こんな無茶苦茶なものないということをですね、えー、言ってるわけですね。で、これについて、 安倍元総理はですね、若き日ですよ、これ本当に。この官房長官談話は、当時の作られた日韓両国の雰囲気の中で、事実より外交上の問題を優先し、また証言者16人の聞き取り調査を何の裏付けも取っていないのにもかかわらず、軍の関与、関係等の直接な加担があったと認め、発表されたものであることも判明しました。私は小中学校の 歴史教育のあるべき姿は自身が生まれた郷土と国家にその文化と歴史に共感と健全な自負を持てることだと思います。日本の前途を託す若者への歴史教育は作られたねじ曲げられた逸文を教える教育であってはならないということを書いてますね。 だからこれ、あの、本当にですね、でたらめなことがですね、書かれているというふうに、えー、申し上げてよかろうというふうに思うんですけれども、で、えー、中川翔一さんもおっしゃってますね。この問題の奇妙な点は、国家による強制連行を示す明らかな事実がないにもかかわらず、ないという証明をしなければならないということだ。この問題はあると思っている人に挙承責任があるはずである。そしてあると主張している人の論点が少しずつ変化していると。 いうことだとだいいう,うにはっきり書いてますでこれがね私原点だと思うし安倍元総理のですねあの国を思う原点というのは中川翔一、えー、先生とですね一緒にやってきたこの活動がですね原点だったんだろうということをこの写真をですね拝見して改めて強くですね感じましたそして残念ながらですね今もうこの2人はいないわけですよねで まあ、解雇録を引用するのはもう皆さん多分解雇録いろいろ読まれておられるからあれなんですけれども例えばですね中川翔一さんはじゃあどんなことを主張していた政治家だったかっていうことを改めて、えー、振り返ってみるとこれ例えばですね少なくとも政治家は一生懸命やった頑張っただけでは評価されない国を衰退させ国民に不利益をもたらした政治家が これだけのことをやりました。一生懸命頑張った自分を褒めてやりたいと言っても、国民は共感しない。出てくるのはため息ばかりだろう。政治に問われるのは結果だ。これはですね、安倍総理が強調している。これは安倍総理のおじいさんであるですね。岸総理の言葉でもあるんです。政治は結果だと。で、こうも言ってます。熾烈な国際競争の中で、自らの判断と行動で生きざるを得ない時代を日本は多分、戦後初めて迎えた。 政治にかえ携わる者は日本のために命を懸ける決意がなければ務まらない。それが今日の日本における政治家の必須条件だと思っている。えー、熾烈な国際競争の中で自らの判断と行動で生きざるを得ない時代を日本は戦後初めて迎えた。これ何年の本かというと2008年の本なんですよね。だから今から15年前。 15年前にですね、こういうことをですね、予見していた政治家、これが安倍晋三であり中川昭一だったということです。ですから安倍晋三総理がですね、お亡くなりになった後に、リンドというダートマス大学の准教授がですね、安倍ほどですね、 国際情勢の中から日本の戦略を考えなければならないということを強調していた政治家はいないと。今までの政治的な指導者の中にもいなかったというふうに言ってるんですけれども、おそらくその先輩にあたるのがこの中川昭一先生なんですよね。で、その中川昭一が、とタッグを組んでですね、おそらくは、 憲法改正に向かいたいというのが、この安倍若き日のですね、安倍総理の願いだったろうというふうに思います。他にもね、やっぱり、えー、中国についてもかなり厳しく言ってますね。えー、例えば、中国は台湾は内政問題であり、台湾の分離独立の動きには武力行使を辞さないと法律で明らかにしているのだから、理由をつけての侵攻はあり得る。これもうリアリティ持ってますよね。で、 こういう中国に対して主張すべきは、国益はしっかりと主張すべきである。相手にしているのは、ウイグルやチベットで人権弾圧を行い、あるいは一方的にガス電を開発し続け、了解侵犯しても謝らず、さらには宇宙平和利用の原則を踏みにじったとしても、天としている国なのだ。だから、もうこれね、本当に、この時代から2008年の段階から中国に対しては、警鐘を鳴らしていたのが、中川安倍と。 安倍晋三解雇録を読むとですね安倍晋三総理は国際的なです、ね、指導者に会うたびにですねまだ中国の脅威がそれなほどなってないそれほど認識されてない時代においてもですねとにかく中国は脅威なんだということを写真見せながらですね強調してたということを書かれてますけどそれはですねこの2008年の中川翔一氏のです、ね、思いと同じなんですよね。 まあ、本当にだから惜しい、えー、人を亡くしたなというふうに思います。例えばですね、憲法9条の問題についても言っています。不明瞭の部分の最たるものは9条だろう。第1項、第2項を読むと、侵略戦争が禁じられていることは当然としても、一方的に侵略されても鉄砲を一つ撃つことができない。そもそも鉄砲を一つ持ってはいけないという解釈がされては問題だと思う。現に憲法9条は個別的自衛権すら認めていないとする人や政党が存在し、自衛隊が違憲だと主張している。 個別的自衛権を認めないということの言い分に従えば、領海内に入ってきた不審せの攻撃に応戦することは、主権の発動として認められず、憲法違反になるという理屈が成り立つ。そんなバカな話はないだろうと、今多くの国民は思うだろう。そんなバカな話はないと。日本の主権を否定することになる,ことだなるからだ。だから憲法は個別的自衛権を認めているという前提で、これまで政府は行動してきたし、一方的な侵略への対応を想定した安全保障体制を考えてもいる。 また、9条で個別的自衛権は認められていても、集団的自衛権を認めていないとする考えがある。私は今の憲法でも集団的自衛権があると考えている。解釈の問題である。これも安倍政権と同じですよね。え安倍政権の中でですね、えこ,のこれは、これむち,ゃむちゃくちゃ若いでしょ、このお写真。えこの安倍総理のこの国を守る決意っていう本なんですけどね。えこの中でもですね、これは何度も言ってますよ。 そもそも日本が国内向けの理由で集団的自衛権を行使できないという理屈を得てそれが将来も通るかどうかということです。世界は集団的自衛権を前提に動いている。日米同盟も、えー、集団的自衛権を前提にしている。そういう中でいやそれは行使できないと言えるのかどうか。内閣法制局の理屈は国民にとって理解しにくいものです。権利があって行使ができないという理屈について言えば日本の法律にかつて禁止三者という規定がありましたが、禁止三者は、 財産に対して権利があって行使できないという存在です。内閣法制局の理屈からすると、日本はいわば金地三者なのかということになるということです。これはね、本当にその通りですよ。権利あるけど使っちゃいけない。まさに金地三者。つまり、あの、何に使っちゃうかわからないから、財産権利は持ってるんだけれども、え、その何しに勝つかわか,からないということです。使っちゃいけないよということになるということですね。ですから、私はね、この。 だからこの二人がですね、この改めて日本の集団的自衛権の問題を成し遂げることができたんだなと。つまりこの二人がですね、若き日に勉強会を作って、で、集団的自衛権のもあごめんなさい、えー、従軍慰安婦の問題や、えー、集団的自衛権の問題について討議しながらですね、日本の現状を変えていかなくちゃいけないということを、まあ、語り続けていただろうと。で、それがですね、えー、結実したのが、 安倍内閣、第二次安倍内閣だったんだろうというふうに思います。ですからやっぱり、あの、政治家あをですね、やっぱ見るときに、若き日からですね、もうただ選挙選挙、選挙選挙。あ今日も選挙、明日も選挙、は選挙で受からなきゃって。もうそれはそうなんですよ。選挙で受からなかったら、昔大野万博っていう人がね、言いましたえー、猿は木から落ちても猿だけど、 政治家は選挙に落ちたらただの人って。でもね、ただの人じゃないですよね。ただの人っていうのはみんな何らかの仕事があってね、お仕事されてますよね。だけど、政治家はいきなり無職ですからね。もと悪く言ったらニートですからね。だからそうしたらどうやって食っていくんだってことになっちゃう。だから、うーん、選挙受からないとしょうがないよと言ってですね、盆踊りに励んでみたりね。 でも、毎日ピンポン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 ね、えー、個別訪問やってみたりですね、そういうことやってるわけです。私はそれが悪いとは言わないけれども、ある程度そういうことやらなければ勝てないから。だけれども、やっぱりですね、そういうものと同時にですね、えー、この若き日からですね、この、 この日本という国をどういうふうな方向に持っていくべきなのか何が問題なのか一つここで明らかになっているのは、えー、この安倍晋三中川昭一という人々が大事にしてきたのはこれはまずはですね歴史観ですよね歴史認識ですよ要するに我が国に我が国の歴史を反省するってことを否定するわけじゃないですよそれは反省すべき点ってのはいっぱいありますから どうして戦争負けちゃったんだろうかとかでで、ま、負ける戦争ってどうしてやったんだろうかとか、いろんな反省点はありますよ。それは反省したらよろしい。しかしですね、我が国の歴史は全て暗黒であったというふうに考えるのは、これは間違ってるというふうに思いますね。で、ましてやですね、やってもないことを悪いことだ悪いことだって言い募られて、 言われたからとりあえず外交的配慮で「はいすいませんでしたごめんなさいすいませんごめんなさいごめんなさいごめんなさい」って言っとけばですねなんとなく済むだろうとこれはねやっぱりね先祖に対する冒涜であってこれは日本の我が国のね歴史をですね大きくね損なうものであるということですねそれからもう一つはですね安全保障ですよねつまり集団的自衛権憲法の問題についてやっぱり若い頃からですね考えておかなければならないということです で、何よりもですね、大事な歴史も集団、歴史も安全保障も、す、え、べ、ー、てに通じてくるのは何かって言ったら、国家とは何かということではないでしょうかね。国家観というものをしっかりと持ってる。国家観というのは何かと言ったらですね、これは非常にね、あの、端的に言うのが難しいことなんですけど、中曽根康弘というね、元総理大臣が言っていたのは、自分の体の中に祖国を感じることができると。 それが自分の中の保守だと言ったことがあって。これなかなか言えて妙だなと思いますね。つまり自分は日本人として生まれて、日本人として育って、で、やがて日本の土となるんだと。だから自分がこう育んでくれた日本というものに感謝してですね、これ歴史ですよ。で、そして日本の今のですね、状態を滅ぼしてはならないと。これ国防ですよ。安全保障ですよ。 そして将来においてもですね日本が繁栄するようになってほしい。これ教育ですよね。だから歴史教育も含めた教育ですよ。だからやっぱりそういった国家、過去現在未来を貫くですね軸のようなものがなければですね保守政治家とは呼べないと。私は改めて今回ですね安倍晋三と。 いう人が、えー、保守政治家なんだということをですね、本格的な保守政治家であるということを確信しました。よく安倍晋三は良くないと。あの70年談話を見たかと。あんなものはダメだと。いうね、い、え、う、ー、人もいらっしゃいました。それはね、確かにね、えー、保守派、右派から見たらですね、100点満点のお歴史認識が記されているとは私も思いません。ですから、そういう批判があることは当然ですよ。 だけど、でもですね歴史家家じじゃゃななないいいんんんでででですすすよ、よ、よ、学者じゃないんですよ評論も政治家が書くっていうことはですねしかも一国の総理として書くっていうことはこれはね左も存在している国の中においてしかももっと言うならば左の人たちの方が多い我が国のアカデミズムの前提としながらね そこのところからどうやって距離を取るかとこれが政治でしょで、それはね、やっぱりこれ極めて政治的な営みだと思いますけれども、で、これの部分において、安倍元総理が強調していたのはですね、何だったのかと言ったら、この歴史認識の問題について、えー、言っていたのはですね、安倍総理がおっしゃっていたのは、平成27年8月14日ですけれども、 戦後70年代を発表した時にですね、何とおっしゃったかというと、戦争には何ら関わりのない私たちの子や孫、そしてその先の子供たちに謝罪を続ける宿命を,を背負わせてはなりませんと。謝罪外交に終止符を打ちたいというふうに言ってるわけですよね。それはそうですよ。おっしゃる通りですよ。いつまでですね、謝罪し続けなければならないんですかおかしな話なんですよ。 例えばですねアメリカ人に対して我々日本人はアメリカ人見るたびにですね「おいとお前東京大空襲やったよな」とか「お前の国のじいさん原爆落としたよな」とか言いませんよね。言わないのは私は当たり前だと思うけれどもでもそういうことを言いつのる国ってのが我が国の周りにはあるわけです不幸なことに。 でもそういうことをなくしたいっていうのが一番の思いだったわけです、ね。つまり政治的な文書なんですよ。歴史をに認識、歴史についての談話だけれども、政治的なんですよ。効果は政治的なわけ。それはそうです。政治家が文書を出すわけですからね。政治家が歴史学者として文書を書くわけじゃないんですから、それは、ね、全くの歴史的な嘘を書くわけにはいかんけれども、だけど、効果が最も政治的であるようにしなければいけないわけです。で、我が国の、 えー、この河野談話から始まるですね、村山談話とかですね、こういったいかがわしい文書っていうのは何かって言ったら、まず歴史的な根拠はすごい曖昧で、事実なんかありゃしない。いいんだと。とにかく。で、じゃあ政治的な効果ってのは何なのか。例えば、安倍総理が出した戦後70年談話は、もう子や孫の代にまで謝罪国家を、謝罪をし続けさせるような国にしたくないと。これが目標ですよね。 じゃあ何かむしろですね、河野談話、村山談話のね、狙いっていうのは、彼らの政治的な意図にそのまんま乗ってる感じがしますよね。要するに、未来英語を謝り続けろと。おいこらと。で、あ、はい。で、国内に向けては、こちらが謝っておけば相手が謝って、謝った人に対してそんなことを言う人たちはいませんよ。いるじゃないかと、目の前にという話ですよね。 いやいやで彼らの論調っていうのはいつもこうなんですよ謝り方が足りないんだとじゃあどこまで謝ればいいんだという話ですね。どこまで謝ったらいいのかだいたいね河野談話のね使われ方見てわ、ね、かるわけですよ。まず、えー、吉田誠治という人の嘘は明らかになりました。吉田誠二といいうう人ののの嘘っってては、えー、この朝鮮に行ってですね、えーこの 貝殻工場を兵隊で囲んで、で、そのジープにで乗り付けたのかなトラックかなんかで乗りつ、トラックですね、トラックで乗り付けて、で、この出口を全部日本兵が囲むと。で、その中から、その中に入っていってですね、若い女性をですね、お前こっち来いというふうに言って、トラック乗せていって、で、それを全部慰安婦にしたと言うんですよね。で、これは何にも証拠のない話だったわけです。 嘘だったんです、簡単に言えば。その人の言った、端的に言って嘘だったんですよ。で、その嘘が世の中に流フしてしまったわけですね。で、これ今でも信じてる人いるんですよ、外国人とかね。で、これ,これ罪深い例。だけど、次に証拠にされてんのが、いや、その例は嘘だっていうふうに言われてるけれども、じゃあなんでこの談話なんか出したんだよ、と。 もしそんなに慰安婦でねそんな悪いことやってないって言うなら何で官房長官自体がそんなこと出す必要はあるんだよっていやあいつちょっとおかしいからって言ってもいやちょっとおかしいからっていう話に済まないだろうっていうふうになってですねこールダウンを出したこと自体が今度は慰安婦問題を日本が認めてるということになってしまってるわけです。ですからね本当に罪深いことをやってるわけですよ。 だから、そういう意味において、私はですね、安倍総理というのは、政治的な意図を明確に持った人だったと思います。それから、やっぱり、感動したのはですね、これ、スピーチもあるんですね。これも、あ安倍晋三写真展実行委員会であの、非売品で売ってますけど、非売品じゃないか、売ってるんですけどね、限定品ですね。で売ってるんですけど、これは私、あの友達にもらったんですけれども、これの中をですね、もう前に読んであったんですが、えー この中でね、いいなというふうに思ったのは防衛大学校の卒業式で、えー、これはですね平成27年の3月22日これ確かですね私の記憶だとですねこの日程について、えー、この本だったかな新聞で読んだのかな、えー、この日ですね えー、自衛隊の卒業式、あ、ごめんなさい、えー、防衛大学校の卒業式に総理大臣が行くというのは決まってたんだけど、野党に慣れてしまっていてですね、総理大臣じゃなかったから、野党に慣れていて、自民党の党大会を入れてしまったということで、じゃあこれ今回は誰かを別の人に行ってもらえますかというような話になったと。言ったら総理大臣が、それはならんと。安倍元総理大臣がならんと。 いや、自民党もそこまで後っ僕してはいかんと。いうことで、急遽、党大会の方を変更させたんですよね。防衛大学校の日程をの卒業式を変えてはいかんと。あの、他の人間を派遣するわけにもいかんと。自民党の党大会を変えろと。 これはね、党員の,あの職員の人からしたら大変だったと思いますよ、えー。だってもう大きな会場を借りてですね、てんやわんやだったと思いますけれども、でもね、そこまで思い入れが強かったんですよ、防衛大学校の、えー、卒業式に、えー。こんなことをね、この時は言ってますね。地にいて乱を忘れず、自衛隊そして防衛大学校創設の父でもある、吉田茂元総理が、防大規制に託した言葉であります。 昨日までの平和は明日からの平和を保証するものではありません。大量破壊兵器の拡散やテロの脅威など国際情勢は私たちが望むと望まざるとにかかわらず絶えず変転しています。不戦の誓いを現実のものとするためには私たちもまた先人たちに習い、決然と行動しなければなりません。いわゆるグレーゾーンに関するものから集団的自衛権に関するものまで 切れ目のない対応を可能とするための法整備を進めてまいります。行動を起こせば批判にさらされます。過去においても日本が戦争に巻き込まれるといったただ不安を煽ろうとする無責任な言説が繰り返されてきました。しかし、そうした批判が高等無形なものであったことは、この70年の歴史が証明しています。ことに臨んでは、危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民 のに応えるこの先生の重さを私は最高指揮官として常に心に刻んでいます世界が諸君に大いに期待しています世界が諸君の力を頼みに頼みにしていますその誇りを胸に自衛隊にはより一層の役割を担ってもらいたいと思いますえー、南太平洋に向か、えー、浮かぶパラオペリリュ島 この美しい島は70年前の大戦において1万人を超える犠牲者が出る激しい戦闘が行われた場所であります。守備隊に任ぜられた中川国夫中将は本格的な戦闘が始まる前に1000人に及ぶ島民を本格的に撤退させその命を守りました。いよいよ戦況が悪化すると部下たちは出撃を強く願いました。しかし中川中将はその部下たちに対してこのように語って 生きて自給戦を続けるよう厳命したそうであります。最後の最後まで務めを果たさなければならない。諸君の務めとは何かそれは二度と戦争の参加を繰り返さない。そのために自衛隊の中核を担う幹部自衛官として常日頃から鍛錬を積み重ねえ、隙のない備えに万全を期すことであります。そしていかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くことであります。 私は諸君の先頭に立ってこの責務を全うする決意でありますどうか諸君に置かれても全身全霊をかけてこの国民への務めを果たしてほしいと願いますで、これもね次もですね偉いですよえご家族の皆様皆様の大切なご家族を隊員として送り出していただいたことに自衛隊の最高指揮官として感謝に堪えません皆こんなに立派な若武者へと成長いたしました えこれは、えー、防衛大学校での学びの日々だけでなく、素晴らしいご家族の背中を彼らがしっかりと見て育ってきた、その素地があった、あればこそ、だと考えております。本当にありがとうございました。大切なご家族をお預かりする以上、しっかりと任務を遂行できるよう、万全を期すことをお約束いたします。これはですね、やっぱり感動しますよね。大体、あの、 私も卒業式とか何度も出たことありますけど、あの、学校の、その、小学校、中学校、高校の校長の話で感動したことなんかないですし、学長の話で感動したこともないですし、理事長の話で感動したこともないですね。大体いい、この人たちって本当に教養あるのと、なんか真面目に教育について考えてるのというようなね、そういうレベルの低い話しかできないような、 大学の学長とか、そういった人ってすっごく多いですよね。え、それ、単なるあんたの自慢話じゃん。とかこれ、わざわざ来てくれた親と、あこの鼻むけの言葉になってないじゃないっていうようなね,ね。本当にバカバカしい話ありましたね。イチロー選手は、朝起きるときに、朝寝坊しないように、三つ、 時計準備ししてましたとかねどうでもええやんそんなんとそんな具体的な話じゃなくてもっとね心をですね震わせるような話をできなければダメだろうというふうに思いますけれどもやっぱりこれあの安倍総理のですねあの話を聞いた、えー、ご家族も、えー、防衛大学校の皆様もですねやっぱ、えー、この人のもとで戦えるということはありがたいことだなと。 いうふうに思えるしあ今日来てよかったなとこの大学入ってよかったなというふうに思えたんじゃないかなというふうに思います。でさらにですねこれですね今、えー、リーダー3つの条件というのでですね角田隆翔先生とですね、えー、川野勝利ですね全統合幕僚長とこの統合幕僚長 統合幕僚長はです、ね、安倍総理と大変親しかった方なんですけれどもでです、ね、リーダーとしてです、ね、やっぱり何が大事かと言ってる時に、えー、川野さんはですねこうやって言ってます。組織に対して目標を明確に示すことその目標を達成する強い意志を持つこと結果に対して責任を取ることこの3つができなきゃダメだというふうに言ってますね。 でこの本当のこの何て言うのかな目標っていうのは何なのかと、えー、門田先生はですね本来の使命本義というものを忠実に生きなければならないとでこの本義を果たすということが一番大事なんだと言っていてですねでこれ面白いですねあの東電の人たちにですね 東日本大震災が起きて、原発事故になった。で、時に、東電の本義とは何かというふうにいろんな人に聞いたそうなんですよね。えー、角田先生が。そしたら、はい、電気を安定的に供給することでございます。って皆さんおっしゃるそうなんです。まあ、間違ってはないかなという気がするんですけど、やっぱり熱い男門田流将は違いますね、全然。怒るんですよ。それは違うでしょうと。それは業務であって本義ではないと。え、っと 電力を安定的に供給することは無論のことですがそれよりもさらに大きな国民の命を守るということにあるそれが電力会社の本義でしょうと、まあ、確かにそうですよね電気がないと供給しなければいけないのはなぜかっていったら電気が供給できなかったら国民の命がなくなるわけですよねですからどっちが大きいかっていったら電力を供給することもちろん大きいんですけどでもそれを通じて 国民の命を守るとだから国民の命を守るっていうのが本義なのにその本義を忘れてどうすると言ってもうね数田先生の場合インタビューしてるんだか説教しに行ってるんだかよくわからないんですけれどもねまあでもなかなかなという感じがしましたね。で、えー、他にもですねいろいろ語っておられますけれどもあこれですね安倍総理の卓越した外交官ということここだけまず紹介しておきましょう。 安倍さんがすごいのは外交戦略として日本独自の自由で開かれたインド太平洋コースを打ち出し、それをアメリカやオーストラリアやインドが受け入れて、日米豪意4カ国の首脳外相による安全保障や経済を協議する枠組みであるクワッドを作ったことです。というふうに角田先生がおっしゃる。そしたら、河野幕僚長はですね、統合幕僚長は、 こういう戦略的外交を展開するセンスを持っていた政治家は過去にはいなかった。サンフランシスコ講和条約を締結した吉田茂。日米安保改定に政治生命をかけた安倍さんの祖父の岸。沖縄返還を実現した佐藤。大祖強行論を展開し、防,防衛費の GDP1% 見直しを実施した中曽根。それなりの日本独自の戦略的外交をやったと言えます。でも、 安倍さんは戦後生まれであっても、日本の歴史というか、近現代史をよく勉強していて、そうした過去の大祭祀を上回る実績を残しました。2015年8月の戦後70年目の安倍談話にしても、戦後50年目の1995年の村山談話の上書きをして、日本の将来の世代に謝罪を続ける宿命を負わせるべきではない、先ほど申し上げたところですね、との認識を示し、それは国際社会に受け入れられた。 日本の左翼は自虐主観を未来永遠に日本人に植え付けたいと思っていたでしょうが、安倍談話によって遮られたことでかなりショックを受けていましたね。まあ、これもですね、大きなことなんですね。やっぱり安倍総理についてですね、この統合幕僚長っていうのは自衛隊の中で一番偉い人ですね。簡単に言ったら、えー、各、えー、陸海空と言って、陸海空の中でトップが、えー、それぞれ幕僚長がいるんです。 その幕僚長の中で一番その,の中で統合して一番偉いのが統合幕僚長なんですね。でその川の統合幕僚長がおっしゃっているというところがやっぱポイントではないでしょうか。まあ、私も改めてですねこの安倍晋三この写真展をですね拝見させていただいてでまあ本当にね、まあ、よく頑張っていたこの総理大臣がですね お亡くなりになったっていうことがまだ信じられないし、で、そうだとしてですね、もう悲しすぎるしですね、で、そして、なおもね、土地狂ってるのは、この総理、偉大の総理大臣をですね、暗殺した、このテロリストをですね、来賛したり、擁護したり、これをですね、する人たちが、いまだに絶えないということです。マスメディアを中心として。そして、自民党の中にもですね、 安倍総理がいなくなったことをですね。帰化おくべしと言うべきで、ええー、が、ですね。ええー、帰化おくべしっていうのはです、ね。これチャンスだぜということですけど。ええー、この。帰化おくべしと言ってですね。あの。ちょっと左、今までできなかったら左の法案通しちゃうぜと。L. G. B. T. 法案とか。夫婦別姓法案とか。安倍さんに言ったらでき、できなかったやんと。そういうことをね、やってていいのかと。今はね、やらなければならないのは。 安倍路線というものを継承していくことでしょうと自民党はそういうことをですね改めて感じさせられるですね、えー、展示だったというふうに思います本当にいい写真展をですね企画していただいてえー、正論の皆さんにあの月刊セ、えー、論ですね、えー、これ主催していただいたのは月刊正論ですね、えー、月刊セ論の皆さんにですねあの感謝申し上げたいと思いますまたですねあのー 当日、私も、あの、拝見していたらですね、何人かの方々にですね、お声掛けいただきました。ああ、岩田さんですかって、はい、と、ええー、と、あの、動画見てます、という声、お声掛けいただきました。ありがとうございました。えー、また、この動画見ていらっしゃっておられますかね。えー ね島根県からね来られ来らてる方とかね熱心な方がねおられるんですよ。やっぱり大阪でやったんですよ今回のはね大阪の大阪城のところでやったんですけどね。でそのまあねどれぐらい島根県からどれぐらいかかるのか私車で行ったことないから分かりませんけれども相当な時間かけて来てくださったんじゃないかなというふうに思います。えー、雨でしたからね昨日大変でしたけれども無事にお帰りになっていることを願いますけれどもまた大阪で何かいろいろな催しが たら、皆さんもぜひ、えー、お越しいただけたらなというふうに思います。さて、イソップ寓話読みたいと思います。子供の絵とライオン。え、これですかね。あ、そうですね。え、三百六十三番。起こることの定めのことは、逃れようがないので、小細工をせず、毅然と待ち受けるべきこと。勇敢で、狩りの好きな、一人息子、息子を持つ、心配性の老人がいた。息子がライオンに殺される夢を見たので。 夢が正夢となり実現することを恐れ世にも美しい空中牢閣を作ってそこで息子を守ることにした <laughs> すごいなそして建物には心を楽しませるためありとあらゆる動物の絵を描かせライオンの姿もあった息子はしかしそれを見るほどに鬱屈は募るばかりある時ライオンの前に立つといまいましいやつめお前と親父の空夢のせいでハーレムみたいなところに閉じ込められた なんとしてくれよというなりライオンの目をつぶさんものと壁を殴りつけたすると木の釘が爪の間に刺さり激しい痛みと鼠径部にまで及ぶ炎症を引き起こした続いて高熱を発しそれが子どもの若すぎる命を奪った絵に描かれたものとはいえライオンが子供を殺し父親の細工は何の助けにもならなかったのであるまあ悲しくてやりきれないですねこれは悲しくて悲しくてって感じですね えー、まあねお父さんとしてはこれあの、ね、老いたお父さんなんですかね、えー、この狩りなんかしてほしくないと殺されてほしくないという過保護だったんでしょうねだからやっぱり行き過ぎた過保護はなんか別のなんか災いをもたらすというふうに捉えておいたらいいんでしょうかねまあ「ほど」というものがやっぱり大事なのかなという気がいたします。 それではですね今後もですねこの番組を継続してまいりたいと思いますのでチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げますちょっとですね今月なかなか私更新できなかったのでこれからはですね頻度を高めてまいりたいと思いますのでぜひチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げますまたですねこの動画をですね継続していくことに対してですねご支援賜れる方はですね 下記の振込口座よりご支援賜りますかあるいはですねメンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます